フランクフルト中央駅は、ドイツヘッセン州南部の都市フランクフルトアムマインにある、ドイツ鉄道の駅。フランクフルトの駅と区別するため、正式には、おつけるが、混同の恐れのない場合には単に、フランクフルト中央駅と呼ばれる。ヨーロッパ屈指の規模のターミナル駅であり、1日の乗降客数は、約35万人とドイツの鉄道駅では、 ハンブルク中央駅に次いで多く、フランクフルトのみならず、ドイツ西部の交通網の中心となっている。地下には、S バーンと U バーンが乗り入れる。また駅前には、路面電車とバスの停留所がある。フランクフルト中央駅前系パリ東駅行きアイスの1番、列車アイスの全22系統のうち、アムステルダム、ブリュッセル、パリ、バーゼル、ウィーンへ行く。 国際列車を含む10系統が乗り入れている。このほかインターシティやユーロシティにより、ドイツ各地や近隣国の主要都市と結ばれている。また、インターレギオエキスプレス、レギオナルエキスプレス、レギオナルバーンも発着する。なお、容量不足などの理由により、フランクフルトを経由する長距離列車の一部はこの駅に乗り入れておらず、フランクフルト空港駅や、 フランクフルト南駅にのみ停車する。一方、S バーンは、すべての路線が乗り入れている。S7 のみは、中央駅が起点であり、地上ホームに乗り入れるが、その他の S1、S6、S8、S9 は、地下ホームに発着する。また U バーンのうち U4 系統と U5 系統が、乗り入れる。地上ホーム S バーンホーム東側が、 行き止まりの東端式ホームが24線あり、頭上をかまぼこ状の大屋根が覆う。駅の西側には多数の留置線などがあり、西のビースバーデン方面への線路、南へマイン川を渡って、フランクフルト空港駅やフランクフルト南駅へ向かう線路、北へ向かう線路などが複雑な立体交差を描きながら分岐する。駅舎はホームの東側にある。地下に、 東西方向に島式ホーム2名4線がある。西側はすぐに地上に出て、地上駅発の路線と合流する。東側は、中心地を横断する、地下線へ続く。地上駅の東側、駅前広場の地下に、南北方向に u バーンの中央駅がある。ホームは4線あるが、うち3線のみが使われている。駅前広場の地上に、中央駅停留所がある。 1903年の駅前フランクフルトでは19世紀中頃に鉄道が開通したが、当初駅は方面別にいくつかに分かれていた。これらの駅を統一し、1888年8月18日にフランクフルト中央駅が開業した。1924年には駅が南北に拡張され、ホーム数は24000となり、また駅舎も増築された。 1956年には乗り入れる全路線が電化された。1971年、駅前広場の地下に u バーンの駅が開業した。この時、駅前広場には地下街と防空壕地下駐車場が設けられた。1978年には s バーン用の地下ホームが開業した。20世紀末には地上ホームをすべて地下に移して東方向にも 直通可能な構造とし、地上には超高層ビル街を建設するというフランクフルト21計画があったが実現しなかった。フランクフルトの中心部は駅の東にあり、駅前からはカイザー通りが通じている。駅の北にはメッセ会場がある。ありがとうございます。